はい、皆さんどうもテントモです。というわけで今回なんですけども、重要なお知らせをお伝えいたします。特に課金者の方にとっての重要なお知らせとなります。まあすでにね、もう読んでる方いらっしゃるとは思うんですけども、こちらね、10月4日以前にすでに告知があったんですけども、昨日の11時22分に更新がありまして、更新以降まだ確認されてない方がいらっしゃるかと思いましたので、動画にしている次第でございます。まあ昨日ね、恒例の12時のお知らせがありましたので、結果的にその直前に更新されたこの重要なお知らせがね、埋もれてしまっていた感があると思いまして、はい、ね、1時とかに13時とかに更新すればよかったのにね。はい、てことで、重要ダイヤ等の価格改定のお知らせ。まあこれはね、有志エンゲージのみならず、ほとんどというか、おそらくすべてのソシャゲに関わってくる事案なのかなと。まあ、Android 限定アプリとかはまた変わってくるのかもしれませんけど、Apple、Android 両方を兼ね備えているアプリは基本的に運営さんが、この価格改定のお知らせを通知しているんじゃないかなと思われます。はい。で、本日10月5日より、Apple がね、有料アプリの購入価格及び無料有料アプリ内の課金価格の値上げに踏み切るというね、そういうお話でございます。はい。値上げの背景は、まあ、円安っていうよりはドル高。ね、ドル高の影響でこうなってる感じみたいですね。うん。なので、日本だけじゃなくて、世界各国も、近くだと韓国とか、ね、この辺も、あとアジアとか、で、ヨーロッパの方も、今回のアップルの値上げの影響を受けて、価格の変更を結構されるみたいですね。はい。で、なんでね、Android も今回合わせて値上げになるのかって理由なんですけど、まあなんかね、そういうアプリ内事情があるみたいで、まあ格差をなくすとか、平等でいくとか、均等でいくとか、そういうルールなんですかね。まあそんな詳しくないんですけど。はい、てことで、まあ今回の重要なお知らせの更新なんですけど、まあ多くのソシャゲは今日からね、価格が変更になると思われます。はい、で、早いとこだと昨日の10月4日の23時時点で販売停止にしてるところもありました。はい。で、今回ね、有志エンゲージなんですけど、最初ね、時間が違ったんですよ。その販売停止の時間が。まずは販売停止を、どこも行うのかな。で、その後ちょっと時間が空いて、新しい価格でスタートみたいな。多分そういう流れなんだと思うんですけど、で、最初この有志エンゲージは、確か10月5日だったと思うんですよね。うろ覚えなんですけど、スクショも残してないんですけど、10月5日の深夜。だからもう僕が今ね、収録してる時点では、もう販売停止に、以前のお知らせだとなってたと思います。何時だったかな ?3 時59分とかだったかな ?10 月5日の3時59分だったかな。なんか、うん、それぐらいの深夜帯だったような。うん、違ったらすいません。はい。で、それがね、今回、運営さんの配慮なのか。はい、こちらです。ダイヤ、その他購入の販売を一時停止する時刻を2022年10月6日1時59分59秒に変更しました。まあ、実質2時ですね。10月6日の2時に販売停止ってことで。そう。だから、実質1日遅らせたと思われます、運営さん。うん。そう。もう全部ね、赤字の部分変わってるんですけど、以前はこの10月6日の部分が、多分10月5日の、その、僕の記憶だと3時59分、59秒とか、うん、違うかもしれないけど、10月5日だったと思います。はい。ってことで、若干猶予が生まれました。はい。まあ多少のロスタイム。ね、日付変更から2時間のロスタイム、アディショナルタイムではあるんですけども、これは、ユーザーに寄り添った対応なんじゃないかなと。ね、早いところだと、そう、もう昨日の時点で販売停止にして。で、もう今日からね、価格、新しい価格でスタートっていうところが多い中、ね、有志エンゲージの運営さんは、ね、ギリギリまで、今現在の価格で販売してくださると。いうことで、うん、で、生放送だとなんか
値上げはしない、値上げはなるべくしないみたいな、そんなあの発言を国安さんがしてたような気がするんですけど、おって確かなったような。ってことで、まあ値上げしない代わりにダイヤの数量が減るのかなみたいな、そんな印象だったんですけど、まあなるべくってだけでするにはするのかもしれませんね。うん、まあそれは仕方ないことだと思うんですけど、うん、ただこういうね、現在の価格にできる限り近い価格設定、価格に合わせたダイヤの数量調整等の対応を予定しておりますっていう、この文言がある運営とない運営だと、その信頼度が違いますね。うん、この有志エンゲージはね、まあいろいろね、やらかしとかもありますけど、まあやっぱりね、信頼できる運営さんなのかなと思いますね。昨日も不具合ガシャとかね、やらかしておりましたけど、うん、ユーザーに寄り添う姿勢はしっかりね、持ち合わせていると思うので、まあそれがね、変な方向になっていったりもするけど、またすぐね、調整しますってね、いつもおっしゃってますし、で今回もね、神回収が控えてますし、まあ他のゲームでもね、結構ね、こういうような対応ね、なるべくユーザーに損をさせない新しい料金プランでいくっていうね、あの発言をされてる運営さんは、まあ、結構ありますけど、まあ、僕がメインでプレイしてるアイプラとかね、あるんですけども、逆にね、普通に値上げだけするっていうね、そういうゲームも中にはあります。はい、それがまさかね、身近なゲームだとは思いませんでしたまああえて名前は出しませんけど、そういうゲームもあると。同じバンナムゲームでもこうも対応が違うというね、うん、まあやっぱりね、この有志エンゲージの運営さん自体はすごい、本当にあのユーザー目線で考えようとしてくれてる、うん、ね、さっきも言いましたけど、まあやっぱりね、毎月公式生放送を必ず行ってくれるっていうのはね、あるようでないですよね。他のゲームでもまあ公式生放送やってたりはするけど、演者さんだから声優さんに任せたりっていうところが多いと思うんですよ、メジャーなところだとね。ここはプロデューサー自らが毎日っていうか毎月ね、顔出して、でいろんな声も受け止めて出演しているということで、まあ、やっぱりね、物が違いますね。うん、まあ信頼できる運営さんだと断言できます。はい、まあ信頼はできるけども、しっかりしてくださいよっていう感じですかね。うん、ってことで重要なお知らせ、こんな感じでございました。はい、まあなので10月6日1時59分59秒までに、まあ新しいね、価格設定もそんなに損はしない内容だとは思うんですけども、まあ念には念をというかね、まあやっぱりね、今販売されてるパックを今のうちに購入しておいた方が良いと思います。僕もね、今回はいつも月末に購入してますけど、今回は10月6日の2時までに購入しておこうと、月限定 ABC は買っておこうと考えております。はい、なのでね、課金されてる皆さんも、まあ僕と同じような課金スタイルが今月はいいんじゃないのかなとね、今日そして明日の2時間の間に一応買っておきましょうというね、アドバイスでございました。はい、ってことで今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク国安さん。